はい、皆さんこんにちは、のべです。三国志やっていきますでしょう。さあ今回からまた新しい武将で中華統一目指していきます。さあ早速やっていきましょう。じゃあまずは新規開始。さあ今回は誰にしていきましょうかね。で前回クリアしたシナリオはこちら、反董卓連合だね。じゃあ今回は漢中争奪戦でいきましょうか。217年7月。はい、で新しい武将を登場させる。そうやな、前回シナリオクリアでゲットした関心いるかな。関心でまた新しい武将がね追加されてるから直に使っていきたいかな。関心さんはどこにいるんですかね。関心出てきておいで。いいだ。さあ関心でございますね。関心の能力めちゃめちゃ高いね。統率は100で、知力は95。あ、素晴らしい。さあ行くぞ。じゃあこの関心を、そうやな、じゃあ今回はじゃあこいつをじゃあ劉備のとこに入れていきましょうか。はい。さあということはですよ、つまり待って、はい、今回私がプレイする武将はこちら劉備でございますね。さあ劉備で頑張っていきましょう。難易度は星2つか。で今現在曹操と孫権とで、この3カ国、もう3すぐ目の状態なんだね。了解しました。じゃあやっていきましょう。はい。で今回から難易度はじゃあ上級でやっていきましょう。さあ前回は初級だったんでね、もうだいぶゲームは覚えたと思うので、じゃあ上級プレイやっていきます。さあ行くぞ。頑張ってね劉備。赤壁の戦いは孫権劉備連合軍の勝利で終わり、曹操の天下統一の野望は灰烬に帰した。勝利に乗じた孫権は天下二分の計を進めるが、大黒柱周瑜が救世し戦略の見直しを迫られた。敗戦から立ち直った曹操は清涼の馬頭を謀殺し、復讐戦を挑んできた馬超をも撃破して漢中を平定する。さらに曹操は合肥で孫権と激戦を繰り広げつつ、漢中に侵攻して長老を破り、これを制圧した。一方軍師諸葛亮を得た劉備は計難を確保して飛躍し、天下三分の計を進めるべく益州へ入った。劉備は劉璋を下して天賦の地蜀を手に入れ、ここに三国鼎立の形勢は定まりつつあった。やがて日の出の勢いの劉備は漢中へと進軍し、宿敵曹操との決戦に臨む。時に漢の建安22年、両雄は再び相まみえる。なるほど。さあやっていきましょう。さあ劉備様お待ちしていましたぞ。ああ諸葛亮、オスオス。戦略を始める前に我が軍の目標を説明しますぞ。ああよろしくお願いします。我らの目標は天下統一です。最後に大陸に残った勢力が天下を制することができます。うん、勢力への、占領地域はこんな感じになってると。この通り地図上に塗られた勢力色で表されますと。で私たちは緑だね。部隊の移動で占領地域を拡大できますが、まずは内政で国力を向上させながら近くの府に出陣するのが良いでしょう。ありがとう。旧国の志を遂げるにはまさに好機。この諸葛亮、微力ながらお力添えいたします。よろしくね。さあやっていきましょう。さあまず私たちの国はどんな感じかな。まあちょっと厳しいかな。やっぱ曹操のセールがめちゃめちゃ強い。で今現在で余ってる負も何個かあるね。さあできれば取っていきたい。で上陽がガラギだ。さあ上陽取れるかな。でこっちの関所は大体取られちゃってるか。さあまずは私たちの勢力見ていきましょうか。まず私たちはなるほどね。で現在勢力は全部で6つか。
で、孫権曹操の他に、公孫強、孟獲、そして師匠がいる。で、武将はどんな感じ？私たちは、張飛、関羽、張雲で、馬長か。五個将軍だね。で、義援もいる。結構、あれだね。なかなかタレントは揃ってる。ほうほうほう。で、関信はどこだ？関信はどこ行った？あ、いた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 。関信、よろしくね。さあ、頑張っていきましょう。まずは何やっていこうかな。まあ、できればこの上位を取っていきたいよね。じゃあ陣形で、じゃあ馬長に行ってもらいましょう。じゃあこれ。で、ここまで行くのに53日かかるか。曹操たちに取られないかな。で、長打だとどんぐらいかかる？あー、遅いな。じゃあこれで一回取りに行ってもらいましょうか。はい、じゃあ占領、はい、決定。さあ頼んだぞ。で、次は、で、この辺はあれだよね。多分ね、軍隊が編成されちゃってるから、一回全部編成し直そう。じゃあこれ1でやれば、やりやすい。はい、決定。はい、はい、解散します。で、お次は、じゃあ、姿勢整えていこう。まず、劉備の姿勢は、内政の全政策の効果を発揮。なるほど。で、枠は全部4つずつ。了解。で、諸葛亮の、方策は、支援の全政策の効果を発揮。了解。とりあえず、戦闘系を優先的に取っていこう。まあ、全部欲しいけどな。じゃあ、関羽を入れましょうか。で、お次は、張雲、王忠。じゃあ、光月衛。で、生還者、勝者の、効果上昇。はい。で、次は、謀略も結構大事だと思うけどな。外交交渉の時に要求される金、兵糧の、量が減少。なるほど。で、そうやな。まあ、とりあえず、これは見送ろう。人事はどんな感じ？地域訓練、歩兵担当官の、費用が減少。わかった。ほうほうほう、どれも入れがたいな。どれも入れたいんだけどな。じゃあ、人事の全選択の効果発揮。で、まだコストは11残ってる。そうだな。じゃあ、部隊の、兵糧減少、で、あとは、部隊の都市の指揮上限が上昇。はい。さあ、これで、あと9つ。難しいな。都市の耐久上限が上昇。これも欲しいな。じゃあ、これ取って。で、地域担当課による開発の上昇量が増加。で、これであと7つ。そうね。じゃあ、外交交渉時に要求される、金や兵糧の減量、そうね。そうやな。じゃあ、同じものを、こうしましょうか。はい。よし、ぴったし。動くとするか。はい、お願いしますね、皆さん。で、もう命令書がなくなっちゃった。で、官職の設定もやっていきましょうか。もう基本やってるか。で、関心をどれに入れるかだよな。関心。関心枠がないな。うわ、ごめん。ちょっと一旦、関心は、そのままにしておこう。んで、報奨は？ちなみに一括でやると、まあ、やっとくか。もう裏切られたらもう私、もう寝込んじゃうわ。まあ、こんな感じでいいでしょうかね。じゃあ行きましょう。はい。さあ、どうなる？まあ、どうなるっていうか、まあ、どうしようもあれだけど。なんだったら、この辺攻めやすそうだな。で、だいぶ動いてるな、みんな。ご報告いたします。さすが上級だから見てるだけっていうわけでもないな。で、決済で提案。で、水橋ある。よし。お喜びください。この方が、士官官僚。じゃあ、はい。
上々です。で、この方も士官完了で、長雲も、あ、士官、はい、任務成功です。あ、いい、うん、いいでしょう。で、次はで、一気に金がなくなっちゃったな。じゃあ探索で、じゃあこう、はい、出発いたします。で、次はもう本当に感触ない、わ、感触ねえな。うーん、無駄なあがきか。で、内政はまだ、あ、セットしてないんだ。そうか、仕方がない。じゃあ、長雲、そして、王中。うん、はい。お任せよ。まず、都市内政はこうやってやって、で、地域内政は、じゃあ、とりあえず、自動で。はい。心得ました。さあ、これ一つずつやっていこう。やばいやばい。だから、もう、一からやらないといけないんだ。じゃあ、そうな。都市、あー、こっからか。ってなると、まあ、前線にいるところから内政やってった方がいいね。分かった。あ、で、前線には関羽がいるんだ。心強い。じゃあ、関平。あ、息子さん。心得た。はい、よろしく。で、これで命令書がなくなった。うわー、序盤きついな。ただ、向こうがどう動くか。で、ただ、上位は取れるかな。あー、やばいな。ダメだ。花公園が取ろうとしてる。無理だ。これはきつい。さあ、とりあえず内政をやるのに精一杯だな。まあ、で、上位は取られた。死者がお待ちです。まあ仕方がない。で、師匠軍の使者がお見えになってる。はい、どうも、あ、こんにちは。で、挨拶代わりの贈り物を持ってまいった。あ、どうもどうも。金2850。ああ、いい心構えだ。うん。さあ、で、できれば師匠も幸福勧告で落としたいな。で、友好関係になった。うん。お喜びください。で、新しいアイテムゲット。うん。で、劉備軍と曹操軍の関係が敵視になった。なんかあった？あーと、なんかやばい、なんかえらいことになってる。やばい。バッチョ、戻ってきなさい。やばい、戻ってきて。あー、壊滅した。大丈夫。うわー、やってもうた。じゃあ、まずは、この指導から、張飛と、あと、この、定期かな。この二部隊を出そう。で、まずは、じゃあ、張飛は、1万出そう。で、定府は、投石部隊、7000。さあ、これで、こっち行ってもらいましょうか。さあ、ここを狙う。ここは、艦中か。じゃあ、艦中狙っていきましょう。はい、攻撃。さあ、頑張りましょう。さあ、行くぞ。暴れてくるぜ。はい、頑張ってね。で、今、そっちはお金は、うん、結構あるね。じゃあ、ヒョロ買っておこう。はい。じゃあ、ヒョロ買ってきまーす。はい。造作もありません。さあ、行きましょう。さあ、到着まで、どんぐらいかかるかな。お喜びください。で、かく乱の将ゲット。うん。で、できれば、死者がお待ちです。あ、はい。猛角様から死者が参りました。うん。はい。どうも。あー、で、当主直々にこっち来た。はい、どうも。両軍の有効な証として、こちらをお持ちした。何？あー、金2400。あー、いいでしょう。じゃあ、承諾しまーす。はい。はい。いただきまーす。さあ、仲良くしようね。はい。で、これで、この舞台、ヒョロ立てねえかな。あー、で、戻っていった。で、ちょっと、艦中を攻めようと思ったんですけど、ここ。1万がね、輸送されてるのは、これ結構きついぞ。やばい。だから、また、じゃあ、白水艦に入ろう。はいよ。で、じゃあ、投石部隊をこっち。はい。入場します。うん、こうするしかないか。で、まあ、提案はちょっと大したもんないな。まあ、とりあえず内政に、もう数ヶ月は終始しないといかんね。上々だ。さあ、で、ここ地域怪獣完了。さあ、こっからどう動いていこうかな。結構きつい。で、バチューが千万を立てた。いいね、いいね。さあ、とりあえず、投石部隊をここに入れて、まあ、一万の部隊が到着する前に、艦中、到着も無理だしね。ご報告いたします。まあ、仕方がないか。さあ、で、ちょっと、こっち来てるね。やばいやばいやばい。来てる。長号と、あと、加工所。ほうほうほう。これは結構きつい人たちが来た。こちらを。これはね、さあ、張飛をやるしかない。で、確かここに張飛がいるから、さあ、行きましょう。じゃあもう最大兵力でいこう。はい。さあ、こいつらを潰すんだ。はい、攻撃。決定。
蹴散らしてくるぜ。また7000の兵が集まってきてる。やばいな。こっちはライド、はい、じゃあライドも出していこう。はい、でんー、ちょっとこれは厳しいか。もうちょっと出すのはやめとこう。うん、さあでこっちはどうなるかな。とりあえず張飛を向かわせた。でこっちからは加工トンが来てるな。やばいぞ、えらい強敵がこっちに来てる。向こうの本気だね。どうぞ。さあではじゃあこっちからはこっちからはじゃあ関羽を出そう。関羽、そしてこの方ちょっと頼りないな。んー、関平か。ちなみにできれば城攻めもしたいと思うので、とりあえず関羽だけ向かわせようか。じゃあこんな感じで行きましょう。で、中継で、で、こいつを攻撃。はい、加工塔を狙うぞ。はい、行くぞ。天下に義を示さん。さあ、どう動くかな。このシナリオなかなか難しいな。お喜びください。で、かくらんぼ将ゲット。さあ、で、本当にこっち来るのかな。さあ、じゃあ、カウンお願いします。加工塔早えな、あいつ。さあ、とりあえず、カウンを、やばい、向こうから来た、やばい。で、駆逐の将ゲット。で、急遽、カンペを向かわせてるから。さあ、頑張って、頑張って。さあ、大丈夫か。さあ、風船。あ、頑張って、頑張って。さあ、で、次は、じゃあ、この辺りで、計略、地域怪獣やっていこう。さあ、ここで地域怪獣できれば、着手いたします。何個かもしかしたら、ヒョロ切りできるかもしれない。頑張ろう。さあ、それでは、カウ、頑張ってね。まあ、勝つではなんとか頑張っているかもしれない。うん、多分大丈夫だと思う。で、かくらんぼ将ゲット。さあ、やばい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 。吉報をお持ちしました。で、ここ、よし、地域怪獣完了。ってなると、ちょっとこの辺から開けだな。もう、やめて。で、ここ、一騎打ち。さあ、どうなる？さあ、張飛 VS 張吾。ああ、いいね、いいね。面白そう。さあ、これはどうなるかな。さあ、頑張ってね。超春雷、さあ、張飛 VS 張吾はどうなる？まあ、だいぶ有利そうだけどね。さあ、どうやどうや。おーし、など分かった。よかったよかった。ギリギリ。すんごいギリギリ。よし、いいね、いいね。さあ、で、ちょっとこっちきついな。あー、やばい。抜かれた。さあ、なんとかカウン、そこを守っててくれ。うまくいった。で、よし。加工塔の部隊を混乱させた。あーで戻ってった。あー待て待て。で、攻撃解除完了。さあで、次は、あーやばいやばいやばい。やばい、なんかやばいぞ。これは、ヒョロギーされてしまうかもしれない。頑張れ頑張れ。さあ、まずここどうなるかだよな。ここは修羅場だよな。さあ、頑張ろうぜ。達成いたしました。さあで、これ、あーなんかすごい武器手に入れた。やった。で、あと次は、で、ここ。はいはい。軍神と、あ、めっちゃ食らった。ナイスナイスナイス。で、こう、地域解除完了。さあ、どんどん嫌がらせしていこう。さあ、で、どうかな。さあ、ちょっと動きが悪いね。で、この方が、うん、お姫様になったんだね。よろしくお願いします。はい、お姫様になったというか、大人になった。で、あー、なんかこの人が体調悪くなっちゃってる。大丈夫？さあ、カウたち頑張ってね。さあ、頑張って頑張って。で、カウの、舞台に3000補充。うん。あーで、装置に逃げられたな。まあ、とりあえず、ここの舞台攻めよう。さあ、で、うまく回り込んだ。よし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 。さあ、行ってみましょうか。はい。まあ、カウの舞台は、まあ、大丈夫でしょう。さあ、とりあえず、攻めましょう。さあ、書こうと思ってるぜ。さあ、で、カウと、この、義の、武将さんが一騎打ちになった。まあこれは圧倒的でしょ。はい、飛ばします。はい、オッケー、やったー。で、これでこの部隊は相当士気が下がったはず。で、加工塔撃破。ナイスナイスナイス。で、この部隊相当ちょっと防御力高いからな。で、周りの領土もどんどん取っていこう。報告いたします。さあ、次はじゃあ高領からこれ投石部隊をさあ出しましょうか。さあ、これで上位を潰せるかな。攻撃、あ、待て待て、
今1000人しかいないよね。5147。はい、じゃあこっち行きましょう。はい、いざ出陣。さあ、でどうなるかな。で次はこの舞台まずズブさんとだもんな。でもうと出せないもんね。さあ、じゃあ地道に頑張っていこう。さあ、でまずこの舞台を潰す。さあ、で鉄壁、うん、まずいな。さあ、頑張れ頑張れ。で、あ、カンペ周遊儀列、なんだこれは。あー、すごいダメージ。ナイス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 。さあ、攻めろ攻めろ。さあ、まずは上位を落とすぞ。さあ、行くぞみんな。さあ、この舞台ももう潰すんだ。この舞台、あー、でも足は速いな、向こう。結構意外と速かった。で、こいつ、あー、ちょっとこいつ潰さんといか。ちょっと待て待て待て。こちらをどうぞ。で、香料の方に進行してる。香料はこっちだもんね。あ、こっちか。こっちへ向けてどっか舞台が出ようとしてるんだ。ここかな。ちょっと心配だね。さあ、行きましょうと。その前に私気づかなかったんですけど、そういえば5と同盟を組んでるんだね。この5がもっと義に攻めてくれれば私たちも攻めやすいんだけど。さあ、どうなりますかね。はい、さあ頼んだぞ。で、兵が出ようとしてるっぽいから。あ、やっぱり1万が出ようとしてる。で、ここ攻めようとしてんのか。さあ、今のうち今のうち。さあ、ここどうなるかな。さあ、とりあえず常用攻めも慎重に頑張っていこう。で、現在カンペをこっちジョコンの男に向けたから。そうか、こいつジョコンだったか。相当強いはずだよね多分。さあ、気をつけていきましょう。さあ、達成いたしました。で、助行隊の士気が15低下。たった15下がっただけか。さあ、頑張れ。で、1番が向かってる。これは大丈夫か。やばいやばい。さあ、で、まずこの舞台攻めてか。で、包囲占領、オッケー。さあ、包囲占領したことによって、よし、兵糧はだいぶ、あれだよ、兵糧というか兵糧攻めになったんだよね。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。でかした。報告いたします。やったー。さあ、上位を落とせるの時間の問題。さあ、ちょっさあ、深夜の方から巨著が出てきたね。まずいな。とりあえずここでなんとか任せてくれ。足止めしよう、この巨著。まあ、船の上だったら攻撃力とか防御力はだいぶ下がるらしいから。さあ、行ってみましょうか。さあ、これで投石部隊が到着したよ。頑張って。よし、で投石部隊到着。さあさあ、そう、引き付けててなさい。で、ジョコウが劉備軍の官兵に一騎打ちを仕掛けた。これはきつそうだな。ちょっときつそう。頑張って。さあ、兵糧攻めはしてるからなんとか有利だとは思うんだけどね。近づいてみせん。さあ、官兵頑張って。強いダメだ。官兵じゃダメか。くー、厳しい。あー、これはダメだな。あー、官兵無事に戻ってください。あれ、やばいやばいやばい。もうマックスで負けてるじゃん。うげー、やば。さあ、なんとか巨長上陸を阻止しよう。さあ、で、ジョコの兵糧がつながっちゃった。こちらを。さあ、なんとかカンペ逃げてくれ。逃げてくれ。ねえ、巨長の足止めは失敗に終わった。ああ、そんな失敗に終わった。ダメだ。さあ、逃げな逃げな。さあ、で、投石部隊まずい。大丈夫。さあ、どうなる。とりあえずで、ちょっとやばいやばいやばい、攻められてる。あ、で逃げたか。あー、これはちょっときついな。さあ、頑張りましょう。ちょっとこの舞台はもう無理か。バリオ、ごめん。あー、ダメだ。やばいやばい。で、出てきた。こいつら出てきやがった。で、なんとか巨長は足止めてきてる。さあ、500以上に戦ってるね。頑張って頑張って。さあ、だいぶカウンとカンペイの舞台の士気が下がってるな。これきっついな。上位落とせるかな。もう少しなんだけど。さあ、で、消化が失敗に終わった。こればっかだな。やばいやばいやばい。さあ、頑張れ頑張れ。で、だいぶ、だいぶいい感じで、上位が、落ちてる。さあ、カンペイごめん。
ごめん、壊滅。で、カウンも壊滅か。さあ、やばいやばい。で、なになに？カキンが、ギグに反響を翻した。あ、はい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 。さあ、これはどうやってしのごうかな。さあ、カウンとカンペイがいなくなった今、津波の、頼みの綱はここだ。さあ、巨長なんとか倒してくれ。で、できればこいつを倒さんといかん。さあ、なんとかなんとか。さあ、みんなで、みんなで上位を潰すんだ。こちらを。さあ、頑張ってくれ。もう少しだ、もう少し。さあ、で、なんとか巨長は倒した。よし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 。で、よし、上位を。オッケーオッケーオッケー。落ちそう落ちそう。頑張れ、頑張れ、もう少し、もう少し。頑張ってこう、頑張ってこう。やばい。はい。よし、で、次はこっち。やばい、なんとかしないと。あー、強えな。この、ここ。こちらを。どうぞ。で、こっちからまた6000が来たかってなると、この部隊が動かせないな。わかった。一回待機。やばい。クソ、足止めされてる。畜生。さあ、王中と、そして、カウン、また、出陣してもらったから。頑張れ、頑張れ。あー、やれたか。さあ、潰せ、潰せ。さあ、これで、どうだ、どうだ。もうすぐで潰せそうだね。で、6戦が上陸しまった。ご確認ください。さあ、頼んだぞ、みんな。頑張って、頑張って。もう少しだから。もう少しだから、頑張ろう、みんな。造作もない。これ、どっちが間に合うかな。王中の部隊が全滅するか、こっちの上位が先落ちるか。あー、ダメか。でも、もう少し、もう少し。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。もう少しだから。さあ、で、もう、本当にもう少しが、頑張って。ご確認ください。さあ、チリドロの常用攻め、私たちが高つ。さあ、取れるか。オッケー、取れた。うわもう大変だった。オッケーオッケー。はい、常用を出しました。よってこいつら。よし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 。さあ、で、次はこの部隊を私たちが包囲する番。よし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 。で、今現在兵糧が立たれてるから、この部隊も攻め放題。オッケー。さあ、とりあえず孤立してるこの部隊はもう潰してしまいましょう。オッケーオッケーオッケー。さあ、潰すぞ。さあ、行ってらっしゃい。あー、で、この方いなかったんだ。了解。さあ、潰せ潰せ。今は潰し放題だ。で、この部隊がなんか待機してる。あー、で、しかも考えていない。そうなんですか。さあ、なんか待機しちゃってる。あーあーあああああ。ほらほら、追いなさい。ご報告いたします。さあ、それでは今回はここまでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よっしゃ、サナトルグーコヨガ、お願いします。ヌペでした。さよなら。